始まる始まる始まる。にゃハロー。今日は貴様に格の違う見せつけに来たお願いします。よろしくお願いします。あれ自動ドアってここっすか。いや違いますよ。今日で今日でボスバちゃんのおかげで自動ドアと言われなくなる。あれ、あ、気づきました。気づきました。ミコがスバちゃんに勝てる可能性が全然あるってこと。いやいやいや、だって見て、え、はい、何が、あ、見てって言ってもミコ 71% 入れられてんだった。全然全然喜ばしいことじゃなかった。ごめん、俺今日勝てるな。スバさんは、はい、あれだよ、あのミコ岡谷にも言って、まあ叶わなかったけど、あのミコに負けたら恥って言われる世界だから今ここって。本当にさ、す俺恥のさ発祥がみこちってした時にさ衝撃を受けたよね。お前お前力来てんじゃねえかとネットのミームとかじゃなくて隣の人の家から来てんじゃんこれって、ね、結構衝撃でしたねあれ。いやでももうね、もうみこのものじゃなくていいよ、もうあのスバさんのものに。やべ、押し付けないでよ。もしもし今日そこでもうそば友のみんなはぜひ使ってください。いらんいらん、あげます、あげます、これいらないいらないいらない。ミコはあれでミオレホコっていうね、もう一つパターンがあるから、あのこの後ろのね額縁があるんですよ。うん、なんかある。な、なにこれ。いや、これ誰も今何も映ってないんですけど、はい、ここにまあ恥の人たちを飾っていこうっていう。いや、嫌すぎる。え、じゃあこれそのうち全部ミコチになる可能性あるってこと。やだよ。だから今日スバちゃんがいるんじゃん。お前弱そうだから呼んだのかよ、スバルのこと。勝てそうだから呼んだだろ。違う違う違う、そういう意味もちょっとあるけど、そういう意味もあるけど、ミコチひどいよ。今日はじゃあ、うん、スバルが負けたら飾っていいし、ミコチが負けたらミコチちゃんとあの額縁にあの封印されてね。ああ、わかりました。じゃあそれで行こう。それで闇のゲームしようやんけ。すぐ闇のデュエルしたがるからな、スバさん。いや、せっかくならね。忙しい中書いていただいてすいませんね。いや、ほんとだよ、お前これ。5分で書いて。はい、じゃあ、はい、まずね、スバちゃん。ニックネーム、スバちゃん。はい、そう、ミコはスバちゃんって呼んでんだよな。そう、だからミコちはスバちゃんで、僕はニックネーム、スバちゃんで書きました。いいですね。で、誕生日が7月2日。はい。まあ、太陽があるってことですね。そうですね。夏大好き。最近ね、冬になってきたんであんま元気ないっす。寒いから。寒いとどんどん眠くなってくる、ね。そう、スバちゃんすぐ冷たくなっちゃうから。死ぬみたいに言うな。スバちゃん、すぐ冷たくなるとかだと死ぬだろ、それ。で、最近のマイブーム。ことですね。遊戯王、ネタフリ、トレーニング。はい、言ってたね。遊戯王で言うとね、ちょっとミコを話したいんですけど、なになに、今日ね、あのスバさんと実はご飯食べに行ってたんですよ。そうだね。はい。でね、ついにあの届いたね、千年パズルのポンチをついにスバさんに渡せたの。でスバちゃんにパーカーをもらったの。あげた。ありがとう。ちょっとなんか謎の取引所だったよね、あれ。これが例のものです。紙袋渡して、これが例のもの、どうぞ。スバル紙袋で渡したのに、ミコってさ、そのままボーンって千年パズルのものちょっか。これがね、大型たるゆえなのかもしれねえな。関係ねえだろ、マジ。あぶねえ、スバル紙袋持ってなかったら丸裸で抱えて持って帰ると。そういえばミコお渡しするとなんかお土産袋ないなと思って、今日ね、渡すっていう体で、渡すついでになんか美味しいもの食べようっていう感じでご飯会があったんだけど、全然お腹空いててそれ忘れてて、あれ千年パズルねえじゃん。ごめん、千年パズル忘れたからあと5分待ってくる。お前遊戯やん、セリフが。ごめん、千年パズル忘れたから。はい、ということで、今欲しいもの1位、はい、おしゃれセンス。やっぱおしゃれセンスですね。でも2位に冬用ジャージってあるんですけど一気に。いや、おしゃれな冬用ジャージ
チが欲しいってこと。最近さ、なんかおはすばでも話したんだけど、うん、ニット買ったんすよ。うんうんうん、可愛くてさ、それ友達見せたらさ、うん、なんか濡れた犬みたいだねって言われてさ。まあ、猫、はい、猫も今日ちょっと話したけど、猫飼いたいよ。欲しいなね、猫たち。でも飼えない、飼っちゃダメな人たちなんだよね、スバルたちは。猫飼っちゃダメな、世話できないしね。そこでトアの家の猫ですよ。猫も行こうかな。いいな、人の猫ってさ、でも人の猫だって思っちゃうからさ、なんかデレデレしにくいんだな。でもえ、でもね、やっぱね、うん、通い続けるとコターチも最初逃げてたんだけど、うんうんうん、逃げなくなるんだよコターチ。あ、そしたらもうほぼ自分の猫みたいなもん気持ちになっちゃうよね。最近喋った人ベスト3、これマジでもう考えつかんすぎて。これね、1位みゆこなんです。まあ今日喋ったからね。まあ今日ね、で、はい、でしょうねという感じですけど、はい、これわためもいるね。わためも、わためもなんかちょっとね、連絡なんかを昨日したから、うん、最近喋った。わために関してね、なんかいろいろなんか噂をリサーチ。何？また、またなんかやってるんですかね。いやいや、そうなんだよね。まあ、マインクラフトというね、闇のゲーム。あ、また、またお散歩しなきゃじゃん。そう、だからちょっとね、お散歩のタイミング伺ってます。フロニーは、うん、昨日、うん、一緒に運動会頑張ろうね、イエローチームとしてさ、っていうチャット送って、なるほどですね。ディスコードのさ、最初にさ、うん、なんだっけ、手振るスタンプ出るじゃん、初回に会話すると。はい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 、あれ 送ったら黒にもそれ返してくれた。手振り合ったんだね。で、最近の推しがもうトワチの猫落ちということですね。はい、猫落ちです。今日の意気込み、勝つ未来しか見えん、ガチで見えん。はい、同じ意見です。みやこも、いや、そこの額縁送りになるのはお前だ、リコ！いや、お前だ、スラちゃん！お前、ボガボガにしてやる、ミユコが。さっきミコちゃん、え、にゃっつった。言ってない。にゃー嘘。言ってないよ。いきなり僕が、にゃーって言い出したから、なんであったのね。ビッグ猫になっちゃったのかと思って。言ってない、言ってない。遊びツワイゼンの時間。遊びツワイゼンね。おいしちゃん、ミコーチやられたメーカー。まずはやっぱり、え、ボクシングっしょ。まずは殴り合うんだよね。脳みそを使うゲームは向いてね、これしかできねえ。まあ、行くで、勝って帰るで。やっぱ殴り合いなんだよな、ミコ島は。脳みそじゃねえんだよな。おいし、おい、おい、あ、やめて。う、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 おい、おい、え、痛い、おい、痛い、痛い、やめよう。おいし、おいし、おいし、やばい、ジャブるな、ジャブるな。いやいやいや、何言ってんすか。え、な、何急に出したんですか。あれ、もしかして、負けるのが怖い。怖い。スバちゃんに負けたくない。なんだよ、やだよ。なるほどね、まあ全然5本勝負とかでもちょっとね、笑いすぎてよだれ出ました今、もう口ゆるゆる。まあスバルはね、言っとくけど、ゲーム相手おかゆだからな、いつも遊んでる。そうじゃん、そうじゃん、レベルが高いんだよ、遊んでる相手のさ。ずるいよ、そんなの。猫股にボコされながらここまでやる。やだやだやだ、常にあのバケモンと。バケモンって言うな。リバーシとかって得意です。リバーシやばい。リバーシ、ちょ、一旦リバルか。まあ、一旦ね、リバルか。ちなみに、ミュコは端取れれば勝てると思ってるんで。
ちなみにスバルもその戦法なんで、うん、ここら辺の過程は正直どうでもいいのかなっていう。マジで言ってる？え？スバちゃん、こんなやつに負けたくねえ。リバースバちゃん何？いや、ミコ今日勝っちゃうよ。なんだと？ミコに一戦でも負けたらもう恥だからね、言っとくけど。何急に負けのハードル上げてんだよふざけんなよお前ら本当だもん、本当だもん。すぐにミコ君は恥だよって言っちゃうからね。本当？うん、だってオカユと遊んでってことはやっぱゲーマー、ほぼゲーマーズみたいなものやん。ゲーマーズ顔向けできんのっていう気持ちではちょっと心配では、心配だけだよ。まあ心配してくれてるってことね。うん、そう、心配はちょっとしてるかな。無理だよ。無理や腹立つなぁ。そう、無理だよ無理だよね、これ無理だよね。無理だよ、無理だよ、それ無理だよ、無理だもん。やだー、負けたくない。やばい、こけー、早く置いて、今考えてんだよ。よしよしよし、オッケーオッケー。あ、なるほどね、なるほどね。じゃあ、ブーっとね。これ今間違えた？え？これ間違えちゃった？おえー、間違えてないよ。もしかしてミコいいからうっせ間違えてないよ、これ。ちょっとミコ自分のね、これからの口癖にちょっと反省していこうかな思った今。何が？大丈夫だよとか言うと、ちょっと大丈夫だよ、腹立っちゃうね、これね、多分ね。置けないお。あい、あい、めこちゃん勝っちゃうよ、これ勝っちゃうよ。温度ね、やめてな、めこちゃん勝っちゃうよ。めこちゃん勝てないよ。やめろ。うん、やめろ。置けないよ。やべ、手が出ちゃう、手が出ちゃう。やばいやばい。やばいやばいやばい、待て待て待て。危ない危ない。お風呂じゃなくてよかった。危ない、本当だよ本当だよ。危ねえ、手出るとこだったぜ。危ない危ない危ねえ危ねえ。同じホロライブメンバーなのに。あれ、ミコさん、あの考えないと勝てないっすよ。危ない危ない。うざいよ、うざいよ、うざい、うざくないよ、うざいよ、すごいうざいよ。大丈夫？考えないと負けちゃう。考えないと負けちゃうね、これ。はい、ありがとうございます。ブーン。
エアホッケーで全部決めよう。エアホッケー大丈夫かな、うちら喉死なないかな。確かに。オッケーやばいわ。今これ勝てるわ、これ。やばいよ。ちょっと変な動きすんのやめてもろて。やめろ。もうダメだよ。よかった。この動き何？やっぱ守る体勢が一番いいんや。この、ね、あーやばいよ。ここで守るっていうのが一番いいんだわ、これ。よし。なるほどね。よし。やっぱ守り。あ、それはどうかな。やっぱ前だ、前線。やっぱ前線。一旦ね。静かにしよう。静かにね。ね。やあ！よしよしよし！今日だぞ！戻ってこい！今日もだ！お願いだ！恥ずかしくないのか、今日もだ！やばいよ！あ、来た！これまだあるぞ！まだある！やめろ！ねえ、そこは恥ずかしいと思わないわけ！マジで！いや、恥ずかしいわけだ！恥ずかしいよね！恥ずかしいよ！おーし！よし！もう絶対守る、絶対守る。守りのゲーム、これは守りのゲーム。これは守りのゲーム。来たら弾く。これは危ない。来たら弾く。来たら。ま。やあ。みこち、途中闇マリックみたいになってたよ。来たら弾く。この子ならめねみこが勝ったらチャンスちょうだい。大空スバル様よろしくお願いしますだ。まだ帰らないで。まだ帰らないで。そうだよな。みこのお母さん、もうこの部屋もマジガバガバになっちまうから。もう元からガバガバなんだよここ。自動ドアだったんだよな。なるほどね。チャンスください。うん、じゃあなんかね、やっぱりもう一回だな。ありがとう。おい、ふざけんなまずここ読めるかな、この先が。ここ。なるほどね、じゃあここ え、もしかして常識でやろうとしてる、みこち。これって星座を描くんだよね。何を言ってんの。五目ってそうだね、星座を描くゲームなんだよね。あれ、そこで描いちゃっていいの。ちょ、一旦止めようかなって。ねえ、やばいね、これ次の番で死ぬ可能性。わかるぜ、ピリついてきた。いよいよ最終が近づいてきてる。ここ、臭い。何かしようとしているな。何もしようとはしてないけど。五目並べどうかな。ねえ、どうしたの。早く撃ちなよ。撃ったよ。早く撃ちなよ。みこち、やだ。泣いてる。もしかしてみこち泣いているのか。みこ今一気に宇宙に飛んで、なんでこんな部屋作っちゃったんだろう。すごい、その展開あれで見た。なんだっけ、ジョジョで見たわ、その展開。考えるのやめた方がいいって言ったよ。みこち、これで勝ったらスバルの勝ちってこと？うん。あ、やったー。お疲れ様でーす。ねえ、やだやだー。やっぱりね。じゃあ額縁に飾ってもらうところ見たら帰ろうかな。ここに自分の飾るなんていう思考なかったんですけど、こっちから。いいじゃん、今日から、今日が始まりの日じゃん。じゃあ今日が歴史の始まりの日。こういうこと。かわいいよ、みこち。もうだって勝ったからドア開けてもらっていいですか。ちょっと早く。わかった。ウィーン。は
はい、ありがとうございました。皆さんもね、あのこの後ね楽しんでください。それじゃ、失礼しました。お友達の話とか、バイバーイ。あー、沼ちゃん、あー、帰っちゃった。